丸一週間古代の遺跡を見て回って世界中の信じられない考古学的遺跡の写真を撮ることができるとしたらなんて想像してみてください。やってみたいですか？それでは早速行きましょう。多忙スケジュールの旅、最初の目的地は東南アジア。ここは素敵な遺産の宝庫です。ミャンマーの奥地に位置するバガンからスタートしましょう。遺跡を訪れる方法はたくさんあるので、今日は2つのプランを用意してみました。最初のものは日の出の熱気球旅行。夜明け直前、気球に乗り込み、太陽が地平線に顔を出し始めるとすぐに素晴らしいエリアの上空を飛行し始めます。朝日が昇ると2000個以上の円錐形の金色の建造物がキラキラと輝きます。熱気球に乗るのはあっという間ですが、その間 65km に及ぶ広大な敷地を一望することができます。陸に戻り、自転車を借りて遺跡の村を歩き回ることにしましょう。遺跡のいくつかは開いていて、中を覗くことができますよ。これらの壮大な遺跡は11世紀から13世紀にかけて建設されたもので、礼拝所として使われていました。もともとは1万棟以上の建物がありましたが、地震などの影響もあり、次第に老朽化していきました。ありがたいことに、この遺跡は2015年にユネスコの世界遺産に登録され、現在に至っています。次はカンボジア行きの飛行機に乗って、ジャングルの奥深くにある世界的に有名な遺跡、アンコールワットを見学しましょう。虫除けスプレーを持参しておいてよかった。アンコールの町はかつて9世紀から15世紀までクメール帝国の首都でした。参考までに、アンコールとはクメール語で首都を意味します。アンコールはヤソバルマン一世によって建設され、工業化以前の世界最大級の都市となりました。研究者によれば、そこには100万人近くの人々が暮らしていたといいます。今日に至るまでアンコールワットはその見事な建築で称賛されています。クメール様式は巨大な砂岩のブロックを使用することで知られていて、塔はかつて黄金で装飾されていたと考えられています。しかし現在はブドウの木に覆われた寺院が迷路のように入り組んでいます。都市は1431年に放棄され、1840年代まで再発見されませんでした。そうそう、ここも1992年に登録されたユネスコ遺産ですよ。将来文化的に豊かな冒険をしたことを友達に自慢したくなった時のためのプチ情報でした。次はエジプトでの旅へと参ります。あなたはカルナック神殿に行くためにルクソールの街を訪れています。ルクソールへ行くにはナイル川を船で下るという最も変わった方法を選び、カイロを出て南下し、有名な古代都市に到着しました。ルクソールはかつてエジプトの首都であり、権力と富の中心地でした。だからこそカルナック遺跡群は素晴らしい考古学的遺跡なんです。夜に訪れることにしたあなたは、入り口ではまだ遺跡の美しさに目を奪われています。夜になると人工照明が神殿の彫像や石柱に黄金の輝きを放っています。神殿は巨大で、主に紀元前18世紀から19世紀頃に建てられました。その時代のエジプトのファラオは、それぞれこの遺跡に建築上の足跡を残しています。このツアーのハイライトは、スフィンクス通りを歩き、偉大なハイポステイルホールを発見すること。そびえ立つパイロンと堅固な砂岩の柱で埋め尽くされているその光景は、まさに圧巻と言えます。エジプトからヨルダンに向かいます。テラコッタの風景がお好きな方にはうってつけの場所ですよ。ペトラの街は古代世界の脅威。ヨルダンの砂漠に位置するこの都市は、紀元前4世紀には商業の中心地でした。アラブ系ベドウィンの一族であるナバテア人は、ローズシティと呼ばれる土地に住み、かなりの富を蓄えて長年繁栄しました。この都市は革新的な水管理システムで知られ、そのおかげでこの地域は人が住めるようになりました。そう、ツアーではその遺跡を垣間見ることができるんです。ペトラで有名な岩に掘られた門のような建造物は、ファラオの宝物殿と呼ばれています。遺跡の正面入り口にあり、その下には財宝が隠されていると言われています。その真下に立って SNS 用の定番写真を撮るのをお忘れなく。ペトラに行った後は南ヨーロッパに飛びましょう。もっと具体的に言えば、イタリアンブーツの先端です。日帰りでナポリから車でポンペイの遺跡を訪れることができますよ。ここにはかつて溶岩に飲み込まれた都市の
不気味ですが保存状態の良い遺跡があります。紀元79年にベスビオ山が噴火した時、ポンペイの町は何百万トンもの火山灰に完全に埋もれてしまいました。古代都市は16世紀に火山岩の下から初めて発見されましたが、1870年代に初めて瓦礫が撤去されました。今日ではこの古代ローマ遺跡の通りを歩き、最盛期の町の様子を想像することができます。ポンペイは活気に満ちた豊かな自治体でした。遺跡からポンペイの多くの地域が印象的なパン屋や市場、さらには当時のお金持ちの証であったバルコニー付きの家屋を誇っていたことが分かりました。考古学者たちは保存状態の良いフレスコ画や神話上の生き物が描かれた壁画を発見しました。これらはすべて上流社会の人々がそこに住んでいたことを示しています。町には贅沢な材料で作られた温泉やシャワーまであったんです。まだヨーロッパにいる間に象徴的なストーンヘンジを訪れましょう。ロンドン市内に滞在していれば日帰り旅行に最適です。ストーンヘンジはイギリスのウィルトシャー州にあるソールズベリー平原に点在する世界で最も有名な古代遺跡の一つで、5000年以上前の不思議な石の輪は地球上で最も古い石造物の一つです。砂岩から作られたこの石造物は謎に包まれています。誰が何のために作ったのかは未だにほとんど解明されていません。一般的な説ではストーンヘンジは巨大な太陽暦として使われ、人々が日、週、月を記録するために作られたと言われています。カレンダーを作るのにものすごい苦労したようですね。そして旅の最後はアメリカ大陸南部を探検しましょう。中央アメリカのグアテマラでは古代マヤの遺跡を見つけることができます。失われた都市ティカルは3000の建物からなる遺跡で、マヤ帝国の首都の遺跡です。その重要性は今日のロンドンやニューヨークのような都市と比較することができます。北アクロポリスはティカルで最も古い複合遺跡で、紀元前350年に人間の手によって建設され、王や首長の休憩所として使用されました。その昔、階段型のピラミッドの神殿は美しい赤色に塗られていたんです。マヤ人は赤が好きだったようです。今日ではもちろん石灰岩しか見ることができませんが、これほど偉大な都市がなぜ廃墟と化したのか不思議に思うかもしれません。ティカルが衰退した原因について考古学者たちは手がかりをつかめていません。干ばつか病気か解明する日は来るのでしょうか。もっとマヤの遺跡を見たい気分ですか。チチェン・イッツァは地球上で最も保存状態の良いピラミッドがある遺跡で知られています。メキシコのユカタン州に位置するこのマヤの都市は1500年以上の歴史があり、最盛期には3万5000人が住んでいました。敷地面積は 1.9 平方マイルで、その中に多くの遺跡が広がっています。ハイライトはエル・カスティーリョで、地上25メートルからそびえ立つ巨大な階段状の神殿です。その最大の特徴は四面にそれぞれ91段の階段があること。上段を含めると太陽暦の1年の日数と同じ365段にもなります。ふう、過密スケジュールな旅でしたね。そろそろ家に帰り頭を整理しなくては。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。